はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。学場さん RPG を実況プレイ続きをやっていきたいと思います。はい、とりあえずここに来てとりあえずセーブして終わったんですよ。ってことはここを調べてないわけで、おい、園芸委員会の教室らしいが、床に直接砂を置いていいのだろうか。どうなんでしょうねダメなんじゃないですか。スコップ持っていけたり、はい、武器にできる、武器装備できるってことかな。スコップ待って、戦う正宗様なかなかに凶暴で恐ろしい。なんでこれは踏めないんだ、意味がわからない。ロープは持っていけるわけではない。うん、装備できるのかな、マジで。装備変更、あ、できる。おお、結構上がる。なぜ防御力まで上がるさあ、MP じゃない、バサラの回復がアイテムですべきなのか。間違えた、間違えました。シフトを押すつもりがなぜか X を押すっていうね。さあ、これ、この札見たり調べられるのかな。応接室ってことは、さっきの園芸員、ちょ、ほい、開いた。上、え、ちょっと待って、おかしくないか。何これ、セーブクリスタルじゃないのな。これもしかしたらそんな気がしたわ。え、うえー、一回限り使うんじゃなかった、もったいね。これはいろんな意味でトラップだな。とりあえず今後あれを見つけたら、とりあえずヒットポイントが減っている状態から調べるっていうことにしよう。応接室ってすごい場所だな。さあ、この壺はおにぎり、台が来たか。さて、これは何の教室。さあ、なんかいる、家庭科室。よし、あ、どこが開くんだ。一番右かい。おお、ホジーがいる。なんかこの辺は武器にできる系か、違うのか。違うんかいそれにしても誰もいねえな。干からびた生ゴミぜジーコでろう。あ、なるほど、バサラも回復するんだ、さっきのクリスタルで。体力っていうか、てっきりヒットポイントだけかと思いきや、全部回復するんですね。よく覚えておこう。しかし一体何なんでしょうね。だってこのウェイ、ジーとかネズミとかが攻撃してくるのは、まあ100歩譲って、あの、許そう。あのクリスタル一体何なんだろうね。あれは意味がわからない。いけ、それにしても誰も出てこないな、寂しいな。みんなどうしたんだろう。はい、勝利。さて、あ、これ調べたばっかだ。とりあえず、にらみつぶしに調べていきます。何かが出ようとも。にらみつぶしにやっていきます。ウェイ。一体、すごい、会心の一撃、そんなあるんだ。さすが RPG。さすが RPG。おー、浸水。これは調べられないか。この流しは調べられるのかな？調べられないか。とりあえず、壺全部調べていきましょう。またネズミ。そろそろ、ウェイ。他のが出てきてもおかしくはないですからね。回が変わりましたから。よし。スコップが活躍してますね。スコップでネズミをぶったたく？なかなかにグロテスクだが。うん、今思ったが、グロテスクっていうこと、スコップを持ってうんぬんはあれだね。まさむねさんは今まで何で戦ってたんだ？素手？素手でジーとかネズミを。うわぁ、考えない旅行。考えない旅行。お、レベルアップ。お、マグナムステップ。マグナムステップがここで来るのか。ジェット X とかじゃないのか。さあ、この絵は開く？開かない。なんで、ここ通れるのになんで、あえてここを邪魔くさい、この岩を目の敵にするんだ。まあいいや、壊してみよう。やっちまうか。デスワークを放った。ああ、なるほど。ここに入るためかよ。あ、イエス！ゴンゲン！ちょっと、なんでこっちを向いてくれないの？なんで？どうしたの？イエス。なんで？なんで？なんで？行くよ。俺は行くよ。イエス。なんで？なんか乗り移ってるよ！なんか後ろになんかいるよ、イエス！ちょっとどうしたの、イエス！とりあえずマグロセップ放つ。イエス！え、なに、あ、わかった、防御しよう。え、なに、結局殴ればいいの、なんだ、結局殴ればいいのか、わかった、殴ろう。です、うえ、へい、せっかく、
せっかくデスファンを放ったのにそれはないだろう。まだいける、まだいける、まだいける。よっしゃ、くるす、え、うん、どうすればいいんだろう。とりあえず倒す、倒した。大丈夫、大丈夫、倒して、大丈夫、大丈夫。ああ、よかった。スコップでぶん殴ってるからな、なんか、うん。人だまー。え、家康、あ、まあ、そうです。そうですね。え、普通の攻撃、え、普通の攻撃が通用しない。じゃあ、マグナムステップとか、どうだ。あ、え、殴っても効かないってことですよね。まあ、とりあえずマグナムステップを放ちましょう。ほい、おー、弱えー、弱かった、意外と。とりあえず通常攻撃をしてたら当たらなかったってことかな。ふんふんふん、あらあら、え、普通に、そうですね。そうですね、結構思いっきり殴ってたら、ん、ケージ、マジで。からかうなよ。そっか、イエスついてこないのか。じゃあここをとりあえず調べよう。びっくりした。ってことは乗り移った人たちが襲いかかってくるっていうことですかね。やったな。足軽の兵ですか、足軽の霊か、なんで兵って言っちゃった。ここが進めるということは何かがあるということだろう。一番奥の壺が安いおにぎり、よいしょ、よよよ、なんもない。全部調べたかな、多分全部調べた。セーブしに戻るかな。まあいっか、まあいっかやし。お、向こうになんかあるけれども、行けそうで行けない。ん、これはなんだ、行けないのか、行けねえのかよ、行けない、行けなかった。じゃあ、ここは入ったから下かな。よいしょ、あれどこだこれ、じゃあ、違う、どこだ、ここな、開く扉が分かる、何ここ。運はず、運試しゲーム、当たりか外れ、宝箱は6つ選んでね。すごいな、このゲーム素晴らしいわ。何、宝箱6つ選んだね。だって、はい、当たり、何、当たり、何これ、何なの、当たりが3つ続いたの、すごいな。外れた、ほい、外れ、当たり、結果発表、4つですよね、当たり4個、はい。あ、僕さ、何も起こらないかと思った。ギリギリ勝利のあなたにはこれ、新鮮手に入れたバサミタミンエソで遊んでくれてありがとう。何ここ。何ここ、素晴らしいけどな。なんだこの遊び心たっぷりのゲームは、素晴らしすぎるだろう、クオリティ高すぎだろう。これはもうぜひと もう続編運動を作ってほしいとこですね。あ、刑事、保健室的な感じか。まあそうですね、刑事優しいな。あとユッキーと、あ、やられちゃったのか、兄貴。あ、ってことは回復できんのか、ここで。え、え、え、何それ。はい、とりあえず休んでいきましょう。さっき家康と足軽の例の連戦でなかなか使っちゃいましたかね。じゃあ一旦セーブしましょうか。とりあえず別のところにセーブで、ここのロッカー一応調べますか。でもさっきから こういうロッカーには何も入ってないんですけれどもね。なんか、うん、まあ念のためてい。さ、じゃあ先進んでいきましょうか。ずれてる、え、なにこのタイミング、ちょっとめっちゃずれ、お、なんだ、お、マジでってことは、あ、間違えた、装備変更、守りで、あ、通常攻撃がこれで効くってわけですね。刑事すごいな、なんてものを持ってるんだ、すごいな。じゃあこっちへ行きましょうかと。ここは何かな、
美術室、上、うろついてますね。うろついてますね。よくわからない絵だ。よくわからない。あ、行き過ぎだ。世界地図。モザリナのパクリかい！パクリかい！綺麗な女の人が誘われている。世界地図、なんで世界地図が2枚もあるんだよ。よくわからない。槍？それは、ユッキーの専用装備とかか？間違えたよ。やっぱ装備できないですよね。てこ、武器。今にも折れそうな槍。どういうこと？使えないってことなのかな？雪村が仲間になればこれを使えば間違えたよ。Z と X を間違えるさっきから。ドラゴン、いい彫刻だ。素晴らしい彫刻だ。何を言ってんだよ。なんでこんなものが落ちてんだ。服だと思ったら彫刻に色を塗ったものだった。ほぉ。選ばれざるもの。なんだろうこれ何を、なんなんだろうわからん。おお、これもかい。ちょっと錆びている。あ、そうですか。これは、あ、机か。机が全部スミッチョに固められてんのか。調べてもしょうがないと分かってはいても調べてしまう。じゃあ出ようか。よいしょ。なあ、さっきからちょっと、行きすぎる。さあ、ほうしすい。おい、出てきた、ネズミ。だいぶレベル上がったから。まあ、一発はもういいか。おー、いや、ナイス。ナイス回避。オッケー、無傷。ちょっと、どう言ってくれるかな。音楽器。おーっと、ぶつかったー。おー。これ、普通に殴れるってことですよね。おー。おー、マサムネ様回避が高いね。おー、なんで様子を見るのかな。にしても絵がいいな。なかなかこの絵は味があっていいぞ。おー、無傷で済んだ。ちょ、あ、いたいたいた。おー、すげえ。え、なんか光った。なんか光りましたよね。音楽の教科書や楽譜がたくさん入っていると。にしてもこの、これパイプオルガン的な。なんでこんなとこにピアノが、これもったいないなっていうか。作り物、作り物。へえ、なんで弾こうとしたんだ、マサムネ様。ちょっと、え、ちょっと、この辺りなんか光ったのに。はい。え？え、何かがここで起こるわけではない。そうですか。何かがここで起こるわけではない。っていうか、マサムネ様、不用心だな。マサムネ様っていうか、私が不用心か。あ、間違えた。ボタンを押し間違いすぎである。フリーゲームに慣れてないんでね。申し訳ない。なんもないのか。綺麗な女性の絵だ。この本に何かが起こったとか、そんなことは、ないかな？なんだろう？何のスイッチだったんだろう？なんか岩がある。これ潰せたりしない？あ、邪魔で通れない。これは壊せない系か。あ？これ、ああ、あの裏側か。これなんだろう？ちょっと調べられないんですけれども。おい、指導室。ここは通さず。おお、人体賞。人体賞なんか出てくるんだ。すごいな。うわ、強烈。なかなかに強烈。だが負けない。マサムネ様は負けない。おお、まだから、なかなかかかるな。まだか。通してくれ。まだか。気合を入れた。なんだと。そんなことをすると固有技をぶっ放すところやろ。うら、強烈だな。さっき線も回復されたから、あまりマグナムセット結構きつくねえか。もう一回気合を入れられたら。これ全回復されてないか。でも逃げられないしな。まあいいや、地道にやろう。いいこと考えた。アイテムにカビパンがあったはずだ。でい。おう、さあ、ちょっときつくなってきたな。300だから。よいしょ。これ倒せんの？逃げられないしな。おりゃ !345、ちょっと数えていきますね。345。おお、倒した。なんだ。今、てっきり。全回復されてたのかと思って、ちょっと数えていこうかと思ったんですけど。なんでここ無音なの？怖いからやめてくれ。これ本当にホラーゲーじゃないんだろうな。えぇ、ー、
何？なんか意外と軽い雰囲気で話しかけられてびっくり。誰だよ。ああ、あんたも暇つぶしたのか。そうか。仲良くしようて。誰だよ。おお、消えた。ふふふ。なん、裏からは調べられないと。一体誰なんだろう。バサラのキャラなんかな。ちょっとドキドキするわ。どうしよう、ちょっと一旦刑事のとこ戻ろうかな。あ、時間もいい感じだから一旦刑事のところに戻って、刑事ここだっけ。違ったわ。刑事ももう一つ隣だ。よし、ほいっと。よし、じゃあちょっと刑事休ませてくれ。じゃあここで一旦切ろうかな。じゃあセーブをするということで、では今回はここで切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。